おしぼりの技。喫茶店や飲食店に入るととりあえずという感じでおしぼりが出る。そこで客はとりあえずという感じで顔を拭く。おしぼりは本来飲食の前の手洗いの代わりをするものなのに、大抵の人は顔を拭く。食事の前に顔を拭く。変な習慣ですね。おしぼりの習慣は日本独自のものであるらしい。外国のレストランにはそういう習慣はないという。無論日本にもおしぼりを出さない店もある。定食屋ではおしぼりを出さない。牛丼屋も立ち食いそば屋も出さない。出したらかえって客が驚く。定食屋も牛丼屋も客を驚かせないためにおしぼりを出さないのだ。おしぼりには2種類ある。立派なおしぼりと立派でないおしぼりである。立派なおしぼりには何の問題はないが、立派でない方のおしぼりにはいろいろ問題がある。薄くてペタペタしていて短くて小さいやつ、あれはいけません。うんと安い日本旅館の手ぬぐいをさらに薄くして貧弱にして4分の1に切ったようなおしぼり、こういうのは吹いていると手の方にめくれてきて、その都度払拭作業が途絶する。もっといけないのはペーパータオルというやつだ。ただの濡れた紙で拭いていてもペタペタして気持ちが悪いし、拭き終わっても顔が濡れて気持ちが悪い。おしぼりというより顔濡らしと言った方がいいかもしれない。こういうものを目の前に置かれると、こんなものを使うものかと思うのだが、そのうちなんとなく手が出て顔を拭き、やはり気持ち悪く、使わなきゃよかったと思うのだが、次の時もやはり同じように使ってしまう。おしぼりはやはり熱く大きく、そして熱いものでありたい。そういうもので力強く拭きたい。しかしいくら大きいのがいいからといって、大型バスタオルの熱いのを固く絞って持ってこられても困る。喫茶店なんかだとあちこちで大騒ぎになる。何しろ大きいから、最初は顔だけ拭いていた人もつい耳の後ろも首も手首もということになり、腕も肩もということになり、胸も背中もということになっていって、腰もお腹もということになり、前も後ろもということになって、店内はまるで銭湯のごとき様相を呈することになる。女の人は化粧をしている関係でおしぼりをあまり使わない。おしぼりを愛好してやまないのはお父さんたちだ。料理屋に4人連れで入ってきたお父さんたちが4人掛けのテーブルに座る。座って間もなくおしぼりが来る。すると4人は、これです、これです。これを今か今かと待ってたんです、と言わんばかりに、争うようにしておしぼりに手を出す。そうして4人は例外なくおしぼりを一斉に目の上に当てる。当てて、ああ、という。この時お父さんは1日の人間関係から解放されて、一瞬子に帰る。目を閉じ温かさに包まれ、一種の瞬間入浴の心境を味わう。それから4人は一斉にそのおしぼりをおでこの方にずり上げる。この時はすでにもう子からグループに心は戻っている。その証拠におでこを拭きながら、しかしまあ吉村課長もあれで結構気使ってんだよな、なんてことを口にしたりしている。おでこは力強くゴシゴシと2度3度と拭き上げる。おでこはお父さんたちが一番気にしているところだからだ。お父さんたちのおでこというものは午後1時あたりからにじみ出る油によって、ギト、もしくはネト、もしくはテカ、もしくはニチャ
というような状態になっている。このギトネトテカニチャ現象は午後3時あたりになると一段と勢力を増し、午後5時には最高潮に達して液状化し、ギチャトテニベカト現象とでも言うべき混乱期に達している。お父さんはずっとこれが気になっていた。おでこに透明な油膏薬を貼り付けたような嫌な気持ちで午後一杯を過ごしてきたのだ。ここで、なんぞここで熱きおしぼりでおでこを拭わざらんや、というような文語体にまで高められた張り詰めた心境になっていたのである。ゴシゴシに力を込めるゆえんである。そしてこれがまた気持ちがいいんですね。油膏薬が一挙に取れる。それからおしぼりをそのままずり下げてきて、鼻の両脇を強くこする。ここは第二の生産量を誇る油地帯だからだ。ここでおしぼりを半分に折って耳の後ろ、首筋に移る。首筋のところでワイシャツの襟の下まで深く掘り下げる人もいる。大抵の人はここまでだ。このあと指の先を軽く拭いてテーブルの上に放り出す。こうして顔の雑巾がけは終了するのだが、引き続き第二次関連事業に移行していく人もいる。こういう人は第一次払拭が終わると裏行きますという力強い意志を全身で表しつつ、おしぼりを裏返しにする。裏返して未使用の新開地の活用を図るのである。土地は有効利用されなければならないが、おしぼりもまた有効利用されなければならない。この人の目指すところは穴関係である。まず耳の穴、それから鼻の穴、計4個の穴詰めを行う。それを見ていた第一次だけでおしぼりを放り投げた人はなんだか損をしたような気持ちになり、もう一度おしぼりを取り上げ、それほど掘りたくもない穴を掘り始めるのである。